詩人の恋作品48は、ハインリヒ・ハイネの詩によるロベルト・シューマン作曲の連作歌曲。1840年作曲。シューベルトを継ぐ代表的ドイツ歌曲作家となった、シューマンの最も有名な歌曲集であるが、典型的ピアノ作曲家の彼らしく、ピアノ伴奏も声楽にも増して表現力豊かである。ハイネの詩集、歌の本の中の、 序章的感想曲によるが、全20編のうち収録されたのは16曲である。ハイネは、代表的ロマン主義文学者でありながら、ドイツロマン主義への批判精神を失わないのが、特徴であるが、詩の中に盛り込まれた皮肉をシューマンが、どれほど音楽的に表現し得たかについては、ドビュッシーなどにより異議論の的にされている。なお、同詞集からは他に、リーダー・クライスも同年に作曲されている。 次の各曲からなる。第1曲から第6曲までは愛の喜びを、第7曲から第14曲までは失恋の悲しみを、最後の2曲はその苦しみを振り返って歌っていると考えることができる。イヒウィール・マイネ・シール・タオカン、オーパス48、5校の正幸によるテノールと女性三部合唱、ピアノのための編曲や男性合唱編曲としては、 福永洋一郎編曲版、沢渡隆彦編曲版がある。ありがとうございます。